さあ、はい、改めましてということでございまして、ドラポッドプラス、はい、番外編が今から始まります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、東海テレビ YouTube チャンネルドラホットプレスと動画配信サービスロキポで生配信をしていきます、はい、ドラホットに続き岡林選手に出演していただきます、うん、よろしくお願いします。岡林さん、いろいろねやっていただくことになりそうなんで、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。そしてマサさんもお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、マル秘エピソードをお願いしますという指示が来て、マル秘エピソード喋れる範囲でいきます喋れる範囲にしてください、ね、配信ならではの雰囲気でお願いします、ね。一応ね配信されてますんで、よろしくお願いします。はい、ではまずは岡林選手に届いている質問に答えていただきます、うん、お願いします。ではまずは、たくさん来ているのは、うん、ライバルは誰ですかと来てます。お、いきなり。そうですね、本当にもうずっと言い続けてるのは、本当同期で、うん、同級生である石川昂弥が本当にライバルとして、うん、まあ、すごくいい刺激もらってますし、うん、もう本当に切磋琢磨して、もう本当に成長できてるのではないかなと思います。いやー、これはマサさん、いいライバルですよね。いいライバルだし、また2人ともね、こう一軍にもう出てるってね、はいはい、この年齢で。ただね、うん、この年代は奥川君とか佐々木朗希君とか宮城君がいるんで。そうですよね、ね、彼らに負けないように。ただバッターの方が成長が遅いってことを考えると、うん、もう一軍でやれてるって、2人ともね、うんうん、十二分にやれてるので、はい、俺はもうね期待したいし、その他球団の同期にも負けてほしくない。そこですよね、うんうん、ちょっともう他球団の同期にも負けないでっていう。そうですね、本当にすごい投手がいっぱい出てて、ね、はい、いやいや負けないように頑張ればいいよ、はいはいはい、やりがいあります、はい、その石川昂弥選手に、うん、これだけは負けたくないというものはありますかと来ております。そうですね、足の速さじゃないですかね。 あそこに関しては本当にもう負けたくないですね。負けたくないというか、もう今も勝ってると思うんですけど、はい、石川昂弥君速いの足。まあまあ、そうです、ちょっと体重太って遅くなったって言ってました、ね、それじゃプロ野球選手困るじゃないか、それじゃえ、でもドラゴンズの中でも、もうあれだよね、かなり速い方だよね。どう？そうですね、高松さんは速いよね。まあ、僕以上に速い人いっぱいいるんですけど。そう？はい、ちょっと鍛えてもうちょっと速くなりたいなと思ってますね。だってまさに盗塁っていうのは足の速さだけじゃないですもんね。いや、もうこれはもうね、足速いのは当然まず大前提でありますけど、それはもう走って速いだけの人はいましたけど、うん、やっぱりもうこれ荒木選手とかね、はいはい、当時荒木コーチですけど、やっぱ技術があったですよ。スライディングの速さとか、その走るタイミングとか、うん、あとはピッチャーの投げる球種を読むとかね。あ、例えばこの球種ならこのボール投げるだろうから、例えばフォークボール投げそうだから行こうかとか、うん、そういうやっぱ感覚ですよね。そういうものを持ってないと、まっすぐの時走ったって刺されちゃうんで。なるほど、はい、どうなのその辺は、読んだりしてる？いや、まだ自分そこまで技術がないので。いや、まだまだね、はい、これからですね、はい、ちょっと本当に成長したいなと。そうだね、はい、思います。うん、はい、はい、続いて、うん、まだ対戦していなくて今後対戦してみたいピッチャーはいますか？そうですね、本当に巨人の、菅野投手と対戦してみたいです。まだ当たってない？当たってないですね、うん、1年目の時に、うん、横ベンチから見てたんですけど、うん、ちょっと自分打席立てなかったんで、うん、ちょっと本当立って、まあ、みんながすごいっていうスライダーとかを見てみたいなと思います。見てみたいなで打ってみたいなでしょ。まあ、初めはまず見ないとどういう球の軌道か分からないんで、うん、まあ、見て、打てる自信はあります。おお、いいじゃないですか。いいですね、気持ちいいね、こういう風に言ってくれた方がね。はい、はい、じゃあ次行きますね。もし二刀流を提案されたらまだやる可能性はあるんですか？どうでしょう。ありません。ありません。はい、それはどういうことで？自分ピッチャーやってた時に、うん、まあ、あまり感じなかったんですけど、うん、ちょっと野手の方、ちょっと外野からちょっとピッチャーを見てたら、うん、あんなに大変なところで自分がいるっていうイメージが湧かなくて、うん、自分もちょっと野手やっててよかったのかなと思います。マスさん、この辺はやっぱりあるんですか？みんな大体ね、足が速くてとかってピッチャーやってってなんか、ね、大谷さんじゃないですけど、そういう人多いじゃないですか。うん、でもね、なんかピッチャーをやっちゃう、ピッチャーと二刀流すると、うん、どうしても練習ってピッチャー寄りになっちゃうんですよね。ほう。ランニングっていうメニューがあって、まず走る、はい、まあ、走れば、
ノックとかね、そういうものが免除になったりしますけど、うん、やっぱバッティングもやらなきゃいけないんで、うん、あのピッチャーのね、ランニング、日々のランニングって結構きついんですよ。ほう、あれをしながらバッティングって結構きついんでね、うん、まあやっぱりあの彼が言うように、うん、野手で一本でやってた方がね、今流行ってますけど、なかなかそんな簡単にはじゃないで、うまくはいかないと思います。はい、なるほど。じゃあもう一本で、はい、行きましょう。一本で極めたいと思います。おっしゃ、はい、はい、では次行きます、はい、たくさん来ているんですが、うん、休日何してますか、あとリフレッシュ方法を教えてくださいと来てます。休日が本当にもうベッドの上で横になりながらドラマ見てます。ドラマ、はい、ドラマ見てる。ドラマだよね、もう誰にも負けないって言ってんだから。各局全部録画してるんですか。そうですね、本当に全部見てます。すごいよね。結構時間かかりますよね。いや、まあ、休みの日本当に10本ぐらい見たりでも本当にするんで。お、そう、はい、映画とかではないんだ。映画というよりかはドラマの方が見ることが多いです、ね、テレビのドラマってことなんだ。はい、本当にドラマは好きです。へ、もうなんか見たことないな。その録画するときにその1話から録画するんでしょ、はい、それはもう前評判でこれっていくのか。僕なんかもね、たまに見てあこれ面白いって次の人見ようってなっちゃうんだけど、1話から見ることでめったにないじゃないですか、はい、それはもう1話から、もう本当に今機能が本当に全部録画されてて、本当にニュースも全てその曲全部録画されてるので。そうか、その曲全部だから、はい、なるほど。でそれは東海テレビだろうね。はい、東海テレビもありますよね、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、では続いて、立浪監督が優しいと思う瞬間は。あ、そうですね、キャンプの最終日の本当に最後の練習でアメリカンノックがあったんですけど、ちょっと僕じゃんけん負けて、20本走ることになって、その時にちょっと本数を少し減らしてくれたので、じゃ少し優しかったです。いや、それは優しいうちに入んのかな。20本で15往復でしょ。10往復なんですけど、本当に何これ鳥なの。鳥20本だったんで。鳥20はきついんですよ。取らないと減らないんです。そうか、ね、またノッカーの人がねちゃんと打ってくれればいいんですけど、なかなかフライ取れないんですよ。本当に鳥20とか言われると、僕ら現役時代ね40本走ったりしましたよ。うわ、はい、取れないですもん。そうなんだ、なるほど。どう、立浪監督はどう、うまくいきそうですか。うまくいくかどうか分からないですけど、本当に、うん、メリハリがあって、で練習で厳しい時は厳しいですし、うんうん、まあ、練習終われば明るくて優しいところがあるので、うんうん、まあ、すごく、まあ、練習の時は本当に気持ちのスイッチ入りますし、まあ、そういったところはすごく自分たちもいい練習をさせていただいてます。いいね、はい、じゃあメリハリがあっていいんだ。はい、本当に緊張感を持てますね。うん、いいですね。はい、では次いきますね、はいはい、お願いします。野球をやっていて良かったことは何ですか。うん、まあ本当にそうですね、運動ができるようになったので、うん、まあいろいろプライベートとかでも本当急がないといけない時の電車とかでも、そこですか、はい、本当走ることに関しては本当に、まあ、ギリギリの時でも走れば間に合うっていうところがあった時に、うん、あ、野球やっててよかったなと思う場面が多々あるので、うん、ちょっとそれは分かりやすいですけど、マスさん、はい、野球やっててよかったなっていうのはこれからいろいろ感じるんでしょうね。いや、まだね、これからでだと思いますよ。 ねえ、これからもう10年、例えばもう20年やることになったりするんで、はい、やっぱりそれはもうその頃には稼いでるんでしょうし、うん、やっててよかったって思えるんじゃないですか。そうですよね、はい、またその時その時で違ってくるんじゃないの、よかったっていう気持ちがね。そうですね、そうだよね、まあ、今は足が速くなってね間に合ったりするからよかったって言ってきっと違うことも出てくると思うよ。そうですね、本当に活躍したら変わってくるかなと思います。そう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 、はい、はい、では皆さんお待たせいたしました、うん、ここからは岡林選手のモノマネコーナーに参ります。よろしくお願いします。無茶振りしますね。なんかすいませんね、モノマネコーナーって、うん、はい、モノマネの方じゃないですからね、はい、前に出ていただいて、はいはい、やっていただいてもいいですか。すみません、はい、今度はグローブ、バットもグラブも持ってます。そうなんですよ、あら、グラブも両方、はい、両方出てください。配信をご覧の方もぜひ一緒に何のモノマネかを考えてください、うん、あ、そして今、はい、ドラホットの公式ツイッターに、うん、何のモノマネかが分かった人が、うん、ツイートできるそのツイートを用意していますので、うん、分かったら返信をしてください、はい、みんなで一緒に考えていきます、はい、マサさんも挙手してくださいね。お願いします、はい、
はい、はい、お願いします。じゃあ1人目ね。はい、1人目これ守備、はい、あ、ピッチャー、あ、もう分かるじゃないですか。またね、あのね、すごく特徴捉えるのうまいんですよ。おー、そう、すごく特徴捉えるのうまいです。すごい、はい、これに今のに関しては、はい、右手の使い方がめちゃくちゃそっくりです。え、もう一回やってくれるんですか。もうめちゃくちゃそっくり、右手、右手がそっくりだ、すごい。さあ、ちょっとツイッターの反応を見てみましょう、ね、反応はどう？来てる？これ分かるでしょ。ちょっと待ってください。さあ、ちょっとここ電波が悪くてあれですね。そんなすいません、もう時差があるの。あ、そうかそうか、あの、あ、ちょっとそういうことなんですか、ね、ちょっとやめてよ、そのテレビ局で電波がとかっていうのさ。テレビ局電波出してる方だから、ね、Wi-Fi の環境じゃないんですか、ここは。はい、でもこれは、はい、どなたのいいの言っちゃって、これそうですね。あ、ちょっと待ってください。あ、電波が来た。はい、柳投手、はい、来ております。そうか、はい、正解です。はい、正解です。おー、素晴らしい。これ、えらい時間かかるね。そうですね、あの、右手もね、マサさんおっしゃったように特徴ありますけど、うん、立った瞬間の、あ、もうでも最初から僕、柳だと思いました。おー、もう立った瞬間で、はい、あの、股の開き具合で、あらー、はい、すごい。じゃあ、はい、ちょっともう一回やって。もう一回、はい、はい、すみません。ああ、もう手がそっくりですね。やっぱりこういうモノマネがうまいっていう子はいろんな技術的にもすごく、うん、あの、自分でも覚えやすい人なんですかね。あの、ドラゴンズではモノマネがうまい選手は対戦しないっていうジンクスがある。ちょっと、やめてくださいよ。ただそのジンクスを破ったのは川上健信なんです。おー、それまではモノマネがうまい人は対戦しないって言われてたんです、うん、ドラゴンズ、はい、川上健信というのはモノマネめちゃくちゃ上手いんですけど、はい、対戦しましたから、うん、大活躍ですよね。ここで反転した可能性があります。わ、だから大丈夫です。頼むよ。はい、川上健司さんに続いてくださいね。わかりました。はい、じゃあ行こう。続いて、はい、続いてお願いします。続いてはいいですか。また、はい、右ピッチャーでいく。これも右ピッチャーですね、はい、あー、なんとなく僕は分かりました、うん、あー、そう、はい、右だもんね。右です。もう一回お願いしてもいいですか。はい、もう一回いきます。はい、この左足のこの戻していくスピードがすごく、そうなの、はい、そんな、僕は分かりました。あ、そう、はい、分かりました。ちょっとこれまた時差ですね、うん、また時差がありますね。あ、なるほどね、うん、まあでも、はい、特徴をつかむのがすごくうまいと思います。お、はい、じゃあ答えお願いします。はい、答えは森さんです。あ、森さん、森投手、森投手か、はい、今のはなかなか難しいんですけど、いやいや、ちょっと分かんなかったな、はい、あ、そう、さあ、続いていきます。もう一個行こうか、せっかくだから、はい、ちょっとまたバッティング、左ピッチャーで、左ピッチャー、はい、はい、左ピッチャー、こっち向けで、はい、すごいね、両方できるもんね。はい、分かりました。俺やっぱ分かる、いや、うまいんだよ、うまいんです、本当に、はい、峰さん、え、大野さんじゃないの。違います、違います、違う、はい、あの、ヒントは、ヒントは一昨年の開幕投手じゃないかな。あ、そう、そう、違うかな、開幕投手でした、はい、はい、ヒントは開幕投手。もう一回お願いします、はい、すいません。なるほど、はい、はい、はい、あの、あ、一昨年はもう3年前かも、そう、年変わってるわ、はい、なんかあの砂浜でやってた人、今日。違います、違います、違います、新潟の方から出身の新潟医療福祉大学みたいな、ああいうちょっと医療系の初めてのプロ野球選手です。あー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 、はい、あーあー、はい、はい、じゃあ答えお願いします。はい、正解は笠原投手です。はい、出てる？出てないですね。出てない。やっぱ俺がやっぱ俺あの環境を整えるところから始めないといけないかもしれない。時差があるからね。はい、でも時差ずいぶんあったけどね、今ね。今ようやく森博人投手が出てきました、ね。森君は今走ったんだ。なるほどね。まあ、しょうがないですね、これはね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、すごい。
うん、なんかすいませんね、いろいろね。じゃあ次はちょっとドラマの話でもしましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、もう終わりですね。あ、もう時間ということで。はいはいはい、なんだもう、すいませんね、いきなりこんな終わり方で。どうも、小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。